皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。今回は、将来、人が人の形をしていられるかについて考えてみます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。バイオテクノロジーと再生医療。バイオテクノロジーと再生医療の進展は、人間の生命や健康に対して革新的なアプローチを提供しています。バイオテクノロジーは、生物学や工学、情報技術などを統合し、生命体に関する研究や製品開発に応用される科学技術の総称です。再生医療は、損傷した組織や臓器を修復再生するために、細胞や組織工学などを駆使した医療の分野です。まず、バイオテクノロジーの進展により、遺伝子療法や細胞療法といった治療法が実用化されつつあります。これらのアプローチは、患者の体内で異常な遺伝子や細胞を修復し、疾患を治療する可能性を秘めています。例えば、がん治療においては、患者の免疫細胞を遺伝子改変して、腫瘍に対する攻撃性を高める免疫療法が進展しています。同時に、再生医療は、損傷を受けた組織や臓器を再生修復する手法を提供しています。幹細胞療法はその代表例であり、患者自身の幹細胞を用いて損傷した部位を再生することが期待されています。心筋梗塞後の心臓の再生や関節の軟骨再生など、さまざまな領域で臨床試験が進行中です。一方で、バイオテクノロジーと再生医療の進展には倫理的な課題も伴います。例えば、遺伝子編集技術の発展により、人為的に遺伝子を改変することが可能となり、これには遺伝子の永続的な変更や遺伝子編集の倫理的な問題が結びついています。また、再生医療においては、幹細胞の使用や臓器の生成に関する倫理的な複雑さが浮き彫りになっています。人工知能と仮想現実。人工知能と仮想現実は、現代技術の中で注目を集め、私たちの生活や社会に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。AI は、機械が人間の知能や学習能力を模倣する技術です。機械学習やディープラーニングなどの手法を用いて、AI は大量のデータを学習し、パターンを抽出して問題を解決できるようになります。これにより、複雑な作業や意思決定、画像認識、音声処理などの分野で驚くべき進展がありました。AI と仮想現実が結びつくことで、新たな次元の体験が可能になります。VR はコンピュータ技術を用いて仮想の現実を体験する技術であり、ヘッドセットやセンサーなどを使って身体的な動きや視覚、聴覚をリアルな仮想空間に反映させます。この技術は、主にエンターテインメントだけでなく、教育、医療、訓練など、幅広い分野で応用されています。AI が仮想現実と融合すると、個々のユーザーに合わせた臨場感あふれる体験が可能になります。AI はユーザーの行動や好みを学習し、それに基づいて、仮想現実の内容や環境を最適化することができます。例えば、個別の思考に合わせた仮想の冒険や学習体験を提供することができます。これにより、個々のニーズに応じたよりパーソナライズされたエクスペリエンスが可能になり、ユーザーと技術との相互作用が向上します。一方で、AI と VR の組み合わせは新たな課題や懸念も生む可能性があります。プライバシーの問題や現実と仮想の区別が曖昧になることで、心理的な影響が懸念される一方で、
VR の体験が豊かになることで、新しい娯楽文化や学習方法が生まれるでしょう。特に教育や訓練分野では、実際の体験が難しい場面をリアルに再現できることから、効果的な学習手段としての可能性が広がります。意識のアップロード。意識のアップロードは、科学フィクションや哲学的な議論の中でしばしば取り上げられる概念であり、人間の意識や思考をデジタル形式に変換し、コンピューターシステムにアップロードするアイデアです。このアイデアにはいくつかの重要な概念が絡んでいます。まず、意識とは何かという問いに対する理解が必要です。意識は一般に知覚、感情、思考、主観的な経験などを含む複雑な現象とみなされます。これをデジタル化するには膨大な情報が必要であり、それによって特定の個人の思考や経験を正確に再現することが期待されます。次に、アップロードのプロセスがどのように行われるかが問題です。脳の構造や機能を詳細にマッピングし、その情報をコンピューターシステムに転送することが必要です。これには膨大な計算能力や高度なバイオテクノロジーが必要であり、現在の技術水準ではまだ実現が難しいとされています。また、アップロードされた意識がどのように振る舞うかも重要です。物理的な存在からデジタルの存在に変わることで、意識の本質や個体性に関する深刻な問いが浮上します。同時に、デジタル空間では新たな形態の経験や相互作用が生まれ、それが現実の概念や感覚とどのように結びつくのかも考えられます。一方で、意識のアップロードには倫理的な問題もつきまといます。個人のプライバシー、アイデンティティ、安全性などが懸念され、社会的な合意や法的な枠組みが整備される必要があります。倫理的哲学的な観点。倫理的哲学的な観点から、技術の進化や新たなアイデアの出現に対する考察は重要です。特にバイオテクノロジーや人工知能、意識のアップロードなどの先進的な概念には、いくつかの重要な倫理的哲学的な問いが結びついています。まず、人間の体や精神に介入する技術の進歩には、個人の尊厳やプライバシーに関する深刻な問いが生じます。例えば、バイオテクノロジーによって遺伝子が修正されたり、再生医療によって新たな臓器が生み出されたりする場合、その情報や技術の利用はどのように管理されるべきかが問われます。個人の遺伝子情報や医療履歴は機密性が高く、それらが不正に利用される可能性も懸念されます。また、人工知能が進化する中で、自律的な意思決定や個別の選考を持つ機会が登場することで、責任の所在が曖昧になることが懸念されます。例えば、自動運転車が交通事故を起こした場合、その責任は開発者、所有者、機械自体など多岐にわたります。このような状況において、倫理的なガイドラインや法的なフレームワークが不足している可能性があります。意識のアップロードにおいては、人間のアイデンティティや個体性に関する深刻な哲学的問いが浮上します。デジタルな存在になることで、物理的な制約や生物学的な特徴から解放される一方で、その過程での情報の損失や変質が本来の人間性をどれだけ保持できるかという疑問が生まれます。さらに、これらの技術が人間の能力や知識を飛躍的に向上させる場合、社会的な格差や不平等が拡大する可能性も考えられます。一部の人々が高度なバイオテクノロジーや人工知能の恩恵を享受する一方で、他の人々が取り残されることで、社会的な課題が浮き彫りになります。技術の進化が著しい現代において、バイオテクノロジーや人工知能、意識のアップロードといった新たな概念が注目されています。しかし、これらは倫理的哲学的な問いを抱えており、個人の尊厳やプライバシー、
自律的な機械による責任の所在、デジタルな存在におけるアイデンティティの概念、技術による格差の拡大などが懸念されます。これらの技術が社会に深刻な影響を与える可能性があるため、適切な倫理的ガイドラインや法的フレームワークの整備が求められ、広範な対話と協力が重要です。技術の進展が人間の尊厳や社会の価値観と調和するためには、様々な視点を考慮しバランスを取ることが必要です。皆さん、今回の未来予想2045はいかがでしたか？私たちのチャンネルをご視聴いただき本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045の応援をお願いします。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しいです。ありがとうございました。